前前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 前これは適当に縛ればいい。縛ればいい。どうやって縛る？大きな声で長いです。皆さんこんにちは。今日も未来塾にお集まりいただきましてありがとうございます。僕は司会の菅原浩太です。よろしくお願いいたします。今日も東京から朝座キッチンの飯島先生がいらしてくれました。飯島先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。また今回2回目のゲストティーチャーは、日本で一番おいしい佃煮屋さん、片上昭和の佐藤食品の佐藤健一先生です。佐藤先生は、片上市のお宝佃煮などの話をしてくれます。今日一日よろしくお願いします。元気がいいの、天気がいいので、あなたは外で行う劇団試合も楽しみです。それでは第2回、雪之助未来塾を始めます。飯島先生、お願いします。はい、はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はね、第2回目の、雪之助未来塾、子供劇団試合ですよ。ちょっとおさらいです。初めて参加している人も初めてですよね。わかる？これわかんない。お宝を探すんだよ。お宝、お宝ってわかる？わかる、大丈夫、ね、こういう感じですね。みんなが探すお宝は普通のお宝じゃない、珍しいものだとか滅多にないものを見つけて、それをお宝にするのは簡単だよ。もともとお宝なんだからね。そうじゃなくて、すごいよ。どこにでもあって、みんなの街にどこにでもあって、当たり前のものを宝物に変える。これが子供的三調べです。よく聞いてください。よく聞いてくださいよ。子供的三調べって何ですか？何でしたっけ、子供的三調べって。ある。当たり前のものを宝物に変える。はい、そうです。その通りです。その通り。その通り。ね。ということでね、今日はね、みんなの町の、そして八郎湖に当たり前にあるものを宝物に変えている人に来てもらったんです。これからいろんな先生方に来てもらいますけど、みんなの先輩たちで、ね、もうこういう地域のお宝を見つけて、それを生かした町づくりをしている人がたくさんいるんですよね。そういう人たちにこれから次々に登場してもらって、お話をしてもらいます。今日はね、第1回目で佐藤健一さんですね。佐藤健一さんに来ていただいて、どんな当たり前のものを宝物に変えるんでしょうね。どうやって宝物に変えるんでしょうね。その辺をね、その秘密を皆さんに教えてもらいたいなと思っています。今日教えてもらったことを参考にして、他にもいろんな宝物に変えられそうなものがいっぱいあると思うんですよ、ね、それをね、宝物に変える方法を考えていきましょう。みんなで見つけてね。今日、佐藤さんが教えてくれるのは、佐藤さんが見つけた宝物です。それ以外にもいろんなものがあるから、それはみんなが自分で見つけるんです。よろしいでしょうか。何がおかしいですか。ということで、ね、石川力之助先生は、もう100年以上前に劇産調べというのをやっていて、もうそこら中、秋田県中歩いて、まず何をしたのかというと、土を調べたんですね。秋田県中、もう全部くまなく歩いて土を調べたんです。土って当たり前にあるもんだよね。どこでも。その当たり前にあるものを大切にして、それを宝物に変える方法を考えた100年前の先生が、まさに石川力之助先生なんですよ、ね。土だけじゃなくて石なんかもね。そういういろんなところに行って石拾って、今日も僕は男鹿半島行って石拾ってきましたが、これは北九州で拾ってきた石です。北九州。ね、全然違うよ。
場所にあのその土地その土地で石が、ね、そして土も違うんだよね。その土地の特色をよく知らないと、その当たり前にあるものをお互いに変えることはなかなかできません。なのでこれからみんなと一緒にこういう普通にあるものをいろいろ探しに行きたいと、調べに行きたいと。自然が大切だから、うん、どこにでもあるものをお宝物にするってこと？そうだよね。自然だよね。自然が大切だから、今またいいこと言ってくれたよ。3年生負けてるまだね。ああ、もう連続負け。連敗。今何て言うの？自然が大切だから当たり前にあるものを宝に変えるんだよね。すごいですね、深いですね。今日の名言だね。もう終わっちゃったんじゃないね、もうね。今日なんかこの今の言葉でなんかまたなお話の内容がいろいろ膨らむんじゃないですか。とてもいいこと言ってくれました。自然が大切なので当たり前にあるものを宝に変える。ちょっとその辺を今日はキーワードに。ありがとうね、いいこと言ってくれて。毎回言ってね。頼りにしてるからね。ということで、佐藤さんにいろんなお話を伺いながら、今日はバスで、最初に八郎湖に行って、お魚、はい、いろんな種類の魚をみんなで、知りましょう、ね。いろんな種類の魚がいるかもしれません。覚えて、学習してみましょう。その後、またここ出てきます。そして、佐藤さんのお店に行って、工場でいろんな、何かのお話を聞きます。ね、それで戻ってきて、あ、それから八郎湖にも行くんでしたっけ。八郎湖に行って網で生き物調べましょう。また会えます。またカッパ出てくる。またカッパに変身して、どうぞ。またカッパに変身してもいいです。今日大丈夫。あ、じゃあ俺捕まえねえよ。適当にやってください。いや、あのね、湖の方行くとね、草むらもあるし、あの木も生えてたりいろいろするから、別に水の中以外にも生き物はたくさんいるんだよ。あと生き物たちは水の中と外を行ったり来たりするからね。それが肝心なんだよ、カッパちゃんと同じで。そこがポイントだから。え、ヘビもいるかもしれないよ。今日なんかさ、日向ぼっこしてるかもしれないからね。はい、では、早速佐藤さんにまずお話を簡単にしていただいて、それから、敵さん調べに行きます、敵さん調べ。はい、また行きます。みんなそういうちゃんとお宝を探すつもりで、お宝を探すヒントを佐藤さんから今日学ぶんだって姿勢で行ってくださいよ。いいですか、はい、いいですか、はい、じゃあすいません、佐藤さん、はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。今紹介いただきました、佐藤健二です。もともとずっとこの片上市の旧昭和町で、生まれて、育ってきました。今日はですね、皆さんにそのお宝、敵さん調べでお宝を探すんですけれども、私が会社で作ってるのは受け継いできたお宝です。昔の人がお宝を見つけて、それをどうやってお宝にしたのか、じゃあ佃煮って何のお宝だったのかなってところまで、考えながら、今日は皆さんと一緒に、八郎潟に行って、昔の八郎潟の話を今日はすごいプロフェッショナルな人を呼んでます。80歳ぐらいの漁師さん、昔の八郎潟がどんな姿だったかなってことを知っている人たちを呼んでますので、すごく私も楽しみにしています。今日はみんなで、新しいお宝を探しに行きましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速、移動でいただきましょう。はい、はい、じゃあマイケルバッグ持って、これ置いてていいですか。